さんの学校では教えてくれないそこんところ、所さんのそこんところ、今夜はクリスマスイブ大作戦。番組史上最大4大プロジェクトを一挙放送。プロジェクト第2弾、超リアルで面白いクリスマスケーキ。ここで大橋アナからのクリスマスプレゼント、皆様に素敵なプレゼントがあるんです。こちらです。これ何だと思いますか？バイオリンと冠。冠。シーさんは何だと思われます？これお菓子ですか？甘いものだから。シーさん大正解です。これ全部ケーキなんです。全部？はい、座布団もケーキです。これ一つ注文するとおいくらぐらいかかるの？10万。ケーキ業界ものすごいことになっているんです。ということでこちらの甘いプロジェクト、どうぞ。調査するのは、ジンゴーベル、ジンゴーベル、ジンゴーオールドウェイ。こんにちは、テレビ東京アナウンサーの加納ウイリです。さて今回はこちらにものすごいケーキがあるということでやってきました。早速行ってみます。アナウンサーが全力疾走で向かったのは帝国ホテルの地下フロア。うわこれ本当にケーキですか？ガラスの靴、繊細。今このアーケードには国内外のトップスイスアーティストたちによる作品が至る所に飾られていて、間近で鑑賞することができる。中でもひときわ目を引くのが、あ、大きなクリスマスツリーがありますよ。これエントランスにそびえる高さ3メートルの巨大クリスマスツリー。なんとこれがケーキ。砂糖菓子、生クリーム、ビスケットなどで作られているのだ。Are you the person who made this one? そうです、私です。こちらはツリーを作ったイギリス人スイーツアーティスト、ミシェル・ウィボーさん。世界料理オリンピックで金メダルを2度受賞したスゴ腕なのだ。匂いを嗅いでみて。ツリーから切り取ったものがここにあるから。ここに切り取られたものがこれ。中はフルーツのケーキよ。美味しいのよ。ちょっとアプリコットジャム手につきました。でも本当に果実のいい香りがする。これ本物ですよ。この巨大クリスマスツリー制作のため超多忙なスケジュールの中、イギリスから来日したミシェルさん、およそ2週間かけて作り上げたのだ。加納アナウンサーと比べるとこの大きさ。他にも世界一と称賛されたミシェルさんの作品があるというので見せてもらうと、Oh my gosh! そう、スタジオにも登場した今にも音を奏でそうなバイオリンや、ゴージャスな装飾が施された重厚感あふれる王冠、クリスマス衣装の犬と猫、どれもケーキとは思えない仕上がり。ミシェルさん、そんな作品を覚えたての日本語でこう例えてくれた。Maybe リアルすぎるスイーツ。リアルすぎるスイーツ、まさしくですね。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。筆の柄などを器用に使い、目、鼻、口ができ、みるみる人の顔になっていくではないか。ミシェル、すごいよ。そして、あっという間に。できました。完成しました。出来上がったのは、まさにリアルすぎる女性の顔。
わずか3センチほどだが、表情もはっきりと分かり、実に生き生きとしている。ここで加納アナも挑戦。その出来栄えは先生できた初めて、作ったものです。じゃーん笑ってはいけませんが、かろうじて人間と分かるこの表情は何とも味わい深いのだが、比べてみるとこんな感じ。見事な技を見せてくれたミシェルさんはここで時間切れ、イギリスに帰国した。芸術作品といえるケーキの世界、これらの技を取り入れ、そこんところ流クリスマスケーキを作りたい。